金箔が吹いても剥げない国産仏壇輪島式仏壇店、お仏壇の販売が転職、永田光輝でございます。突然すいません、実はですね、昨日からですね、スマホで熊本市仏壇店って打つとですね、うちが1枚目の一番上に来るようになったんですよ。もうこれは一人にですね、この菅谷慎一先生のこの本のおかげです。これを読んでですね、半年前まで、実はですね、本当にこれに書いてありますけど、半年前まではですね、2枚目の後半だったんです。2枚目の後ろの方だったですね。ところがこの菅谷先生の本を読ませていただいて、これはと思いましたね。くまモンを見た時の衝撃と同じ衝撃を私は受けました。これはよかった。ですから、この毎日、それからですね、去年の12月の24日からクリスマスから始めたんですけどですね、毎日 YouTube を20投稿とブログ FC2 ライブドアアメブロを 3×3 で9投稿ですねをやっております。でこれがですね、無料の SEO 対策、もうこれはもうやっぱもうじわ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 上がってきてですね、いつの間にかトップになってきますね。でしかもですね、これはあれでございます、Google 検索、もうこれ 本を読んでいただくと分かりますけど、ツイッター、フェイスブックは流れていくんです、ずっと流れていくんですね。で、Google 検索にはかからない。ところが、YouTube、ブログっていうのはかかるんですね。ですから、もう我々の、私のようなですね、もう小さい商売人にはもう最高でございます。ですから、実はですね、昨日長崎から数珠屋さん、年珠屋さんが来られたんですよ。で、お宅ねって、なんすかって言ったら、去年はね、お宅は数珠の修理というのは月1本だったんだよって。今年に入って月5本来てるよって。500% ですかみたいな、まあ、レベルは低いですけどね。でもまあ、やっぱその数珠屋さんが言うらしいですね、年珠屋さんが、やっぱ YouTube かなみたいなですね。で実は先ほどもですね、おかげさまでお仏壇もですね、まあもうくまモンのおかげと、それとやっぱり YouTube ブログ効果で合ってると思います。実は先ほどもですね、こちらの紫檀町のお仏壇を1本ご購入いただいたんですけど、おじいちゃん、まあお父さん、お母さんと若い人だって3人で来られたんですね。で、やっぱ若い人がですね、スマホで検索しとられるみたいなんですよね。で、いや西区にも仏壇店あるよみたいな感じで来ていただけたと。もう本当にですね、もうこの菅谷先生の、でか皆さんですね、私のようなですね、小さいお店の皆様方、それと個人自営業の皆様方ですね、ぜひこれはご一読してみてください。値段がですね、1550円と消費税ですね、もう安いと思います。元はもう 100% 取れます。はいはい、もうですから、本当にですね、もう本当にですね、これはもうお勧めいたします。ですから本当に菅谷慎一先生、とてもいい学びをありがとうございました。今やっと半年はまだ経ってないんですけどですね、これから私はずっとこれを続けてまいります。これがもう私のライフワークと思っております。一つこれからもよろしくお願いします。で、お互い小さい商売人の皆様、一緒に頑張りましょう。はい、ではここまで見ていただいてありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。